以上です。ありがとうございました。超過したことをお詫びいたします。はい、どうもありがとうございます。大変多岐にわたる問題提起をいただきました。また金松さんの肩書きにもお持ちでしょうに、お持ちですように、実際の地域での活動ですとか、これまでの運動活動の経験に踏まえた具体的なエピソードも添えてお話をいただきました。その中でいくつか名村さんにということでご質問という形のものがあったと思います。例えば安全規制や研究所の考え方の部分についてですとか、全体計画に進めていく、検討していくにあたって推進主体のニューモのニーズに合わせた研究を進めているのではないかというふうなところもありました。研究と事業の推進との関係なども含めまして、名村さんの方からお話をいただきたいと思います。はい、じゃあご説明をさせていただこうと思いますけれども、まずその基盤研究開発の独立性とか規制の話がございました。で、これなかなかちゃんと伝わってないのかなと思うのをまずご説明させていただきたいと思うんですけど、私が属しています資源エネルギー庁、これはその事業のその実施とかそういうものに対して責任を持っている部署です。で、一方で原子力安全保安院という組織があります。これはエネ庁とは独立した組織でですね、ダイレクトに大臣とその情報をその調整をするということになっていて、そういう意味では事業の実施に責任を持つ部署とその安全規制に責任を持つ部署というのは2つ非常にはっきりと分かれているということになります。それでこれですね、その基盤研究開発の調整会議ですけれども、これは保安院はオブザーバーとしては入ってますけれども、これはその保安院のため の, 研究、加田さんとかよくご存知だと思いますが、その安全規制研究みたいな感じでですね、その安全規制を作るための研究、データの取得みたいなもの、これはその独立したところでやるということになってまして、我々はあくまでその事業を実施するため の, その基礎的な研究開発、これをですね、古くはこれはもう良くないことなんですけども、国が直接委託費でやっているもの、それから JEA さん、当時は同年とか核燃料機構サイクル機構だったと思いますけども、そういうところやっているところ、それは、それぞれ の, その重要性の位置づけに基づいてですね、やっていて、なかなか重なる部分はなかったと思うんですけども、その全体的にその見渡してそういうどこをやるべきかというところは十分じゃなかったっていう反省もありまして、いろんなところから指摘を受けまして、2005年に最初始まった時はエネ庁とその日本原子力研究開発機構、それから実際にその国の基盤研究をやっていただいている機関の方とかに入っていただいてですね、やっておりました。設置をされました。で、これがそのどこに報告されているのかということなんですけども、まずこの組織自体はですね、そのまず研究の実施主体 の, その総合調整の会議ですから、どこかの審議会に属しているということはありません。ですけども、その研究 の, そ の, あすみませんその調整 の, です、ね、その計画とか作成状況についてはですね、例えば放射性廃棄物小委員会とか、あと原子力委員会の定例会議ですね、これは2005年に最初作ってその研究しているときにその報告をしておりますし、あとその実際にできた計画についてはそのウェブ で公開をしている。それから例えば2007年にはですね、その報告会のため の, その報告会というのをですね、そのオープンの場でやりました。400人ぐらいの人に集まってきていただいてということで、組織 の, その審議会に属している下部組織ではありませんけれども、そういうその実質的な調整機能を持つところとして作って、その結果についてはですね、その広く公開をしているというふうに思っておりますし、これから時期 の, その策定計画 の, その時期 の, その基盤研究計画の改定作業に入るわけですけれども、例えばそこではそのレビューを受けたりですね、そういうようなことも含めてやっていこうというふうに思っております。すみません、まずその辺でちょっと一回切らせていただいて、さらに何かあればご説明させていただこうと思います。はい、はい、ありがとうございました。総合資源エネルギー調査会の放射性廃棄物小委員会の方で、報告されているということなんですけれども、何回くらい報告されたんでしょうか。
報告の開催と何回か分かりませんけれども、この計画自体がですね、毎年改定しているようなものではなくて、5年とかを単位に作っているものですから、2005年の時だと2010年もですね報告したと思いますけれども、2010年というと放射性10 年はごめんなさい、報告すみません訂正させてください、10年は報告してないですね、2005年ですね、はい、はい、そこで見たことはないですね、はい、2005年の8月には報告をしてます、その最初のを作った時ですね。そうですか、はい、はい、ただですね、これは名村さんが先ほどおっしゃったような推進のための実施主体、実習を進めるための会議だというふうにおっしゃっているんですけれども、でもその、まあ、開催日とか、それから当然その、議事録ですとか資料ですとか、そういうのが全く見えない中で計画だけがボンと出てくる、それについては私はとても違和感を持っています。でやっぱり元のところから公開された方が、こういう不安をまたは不信を持たないのではないかというふうに思います。私も一度ちょっとよくわからない、どういう会議なのかよくわからなかったので、放射性廃棄物等対策室に電話で尋ねたことがありました。まあ国の審議会に位置づけられていないというふうに、だから資料の公開もないし、議事概要もアップしないと、でも地層処分に関わることだから情報公開の必要を感じて全体計画をアップしているということでした。国民の目から見るとどっかでわからないものが決まって、それがボンと時々出てくる。私の立場から言えば、原子力機構の事業がこれで左右されていると思っています。そのことについて原子力機構がきちんと説明したことがあるでしょうか。私が事業計画を見る限りこういう記録は何も出てきません。だいたい原子力機構の施設にはこういう全体計画のこれすらありません。で時々変わっていくけれども、それが処分事業の進展というものに伴って動いていく。でも小委員会にはなかなかかかってこない。じゃあ一体誰が決定するのですかという不安があります。例えばこの全体計画の中で位置づけられたら、原子力機構はどういう研究をこれからしていくのでしょうか、いつまでやるのでしょうか、終了の規定、あるいは彼らが最初に言った20年っていうのは一体どこに行くんだろう、そういうことが付きまとう。だからあえて伺っています。あれですね、確かにその例えば議事録なんていうのはですね、これなかなかそのかなり個々のその団体では事業者を持っているノウハウの部分もあるんで、筑後のというわけにいかないと思いますけれども、例えば情報公開請求があればお出ししているようなものというのは、これはむしろ載せていってもいいんじゃないかなというふうに今話を聞いて思いました。その辺はできるだけ改善していこうと思います。あとその例えばその JEA の研究計画とそのこちらの関係ですけれども、これは両方がすり合わせながら決まっていくもので、どちらで決まったらそのどっちかがもう無理やりそっちに合わせるということではなくてですね、だからむしろそういうのをバラバラにやってたのをですね、その整合性があるような形でやろうということでやったものですから、例えば JEA さん その実施される研究計画というのは、これはその JEA さん その中期計画の中できっちりと議論されて明らかにされると思いますし、我々の事業については当然その予算の獲得の過程でいろいろな議論もされるということであれなんですけど、とにかくそのバラバラにやるのはこれ良くないということが始まった会議で、その情報の出し方もそういう議事録なんか出してもいいんじゃないかと僕は思いますから、その辺は研究としてみようと思います。それはよろしいですか。はい、ですね、
これは情報公開請求すれば出てくるものだからというふうに言われるのですけれども、情報公開しないと出てこないものだということではないでしょうか。いや、ですから出すことも含めて検討したいということを言ってるんです。はい、そうしていただきたい。それからもう一つですね、JAEA の原子力機構の研究は原子力機構で中期計画の中でやっていく、調整会議の中ではより効率的に経済的にやっていくと言ったら、そこで調整されたものが原子力機構の事業になります。それはもちろん原子力機構が承知しないものをするわけではないのですけれども、原子力機構は中期計画を盾に何も言わない、調整会議で何があるかなんてことは説明したこともない。でも突然300メートルで坑道を掘ることが決まったり、それから今年はわずか、今年度ですね、20メートルくらいしか実質的には掘っていない、1000メートルまで行きたいって言ってたのが、いつの間にか500メートルもまだ行っていないけれど、でも20メートルでいい、それについての説明もありません。そういう片っぽは調整会議の責任です、片っぽは JAEA の責任です。私たちはどういうふうにいつも両方に聞きに行くんでしょうか。すいません、 JA の方がその調整会議で決まったことですから仕方ないんですとおっしゃったんですかね。いやいや、そうだとしたらそれは僕は問題だと思います。そうじゃないですよね。そうです、何も説明がないです、もちろん、ちょっと議論に介入してもいいですか。はい、どうぞ。今、お二方の議論聞いてて感じたのはですね、この、地蔵処分に関してだけじゃないと思うんですけども、この原子力政策について非常にその組織が複雑、多様で複雑になっていることが一つの原因ではないかと思います。で、それぞれの組織にはその固有の目的があると思うんですけども、その全体を統括というか政策として進めるために全体を調整する機関とか、そういうことがはっきり、つまり国民の目から見てですね、どこが何をやっているのかが分からないということが、どうもその情報公開とも絡んでですね、大きな問題になっているんじゃないかなという印象を受けます。ですから、これは簡単にできないことかもしれないけれども、一体どこは何をするんだと、で責任はどこにあるんだと、でその情報はどこで、例えば情報はもう一括して出すとかですね、一般国民がいや調査会だ審議会だ委員会だっていうふうにいちいち行かなければいけないっていうのは、やっぱりそういう意味では非常に不利な立場に置かれるわけですから、その辺の解決策もあるんじゃないかと思うんですが、そのいろんな機関がいろいろな役割のもとになっているっていうのは、これはある意味今おっしゃった通りすぐにはどうにもならないことですけれども、ただ原子力の政策のレベルで言えば、これは原子力政策委員会が原子力委員会がですね、政策を担っているわけですし、安全の問題で言えば原子力安全委員会ですね、それ原子力政策については今原子力委員会で対抗の見直しが始まっているということですから、幹の部分がそこにあるということは、これは間違いがないということだと思うんです。あとはやっぱりその原子力って一言で言ってもですね、廃棄物の話、サイクルの話、高速増殖炉の話、今の軽水炉の利用の話、いろいろあるわけですよね。それをその一つの体系の中でやるというのはなかなか難しいと思うので、やっぱり幹からたどっていけるようにするということは大切だと思います。それで我々のところで言うとですね、放射性廃棄物処分に関するものは我々 その放射性廃棄物処分のところにできるだけその打ち出したもの以外も載せるようにはしてましてですね、そういうようなことも当面は現実的な情報をその一般の方に伝える上ではですね、大切なのかなと思うんですけども、そのこれでも実際その川田さん、そのどこまでその一つの部署でやるべきだと思います。こういう原子力というのは一個一個でもすごい体系になってますよね、だからその地層処分とか、あるいは核燃料サイクルとか、それぞれ役割があると思うんですね。
でしかし国民がですねその情報を言おうとしたときにさっきも言いましたけどもいちいちそこ行かなければいけないというようなことではねやっぱり公開性とかあるいは透明性というのはどうしても国民から見れば曇ってしまうと思うんですね。でそれを整理してここ行けば何でも手に入るとかそれぐらいの改革はできるんじゃないですか。でよく思うのはですね日本、まあ、日本の何というかなやっぱり官僚制度と関係あると思うんですがそういうふうにこう一旦こういくつかこう路線を決めてしまうとそこがまあ独立性を持ってですねなかなかその後からなんていうか修正とか中まあ、極端な場合には中止とかできないという特性があるんですね。でこれは外国でもよく言われます。でやっぱりそうではなくて見直しが必要だというチャンスをじゃあどこで作るのかとかですねあるいはそういうその世論をどうやって取り入れるのかとかそういうそのなんていうか今後その国民の声を聞いていこうというんだったらやっぱ今のようなあり方をまず構造をですね変えていく必要があるんじゃないかと思います。後からですねこの間 のダムみたいにですね作ってしまってからどうもおかしいってなって最後に政治家が一声でダメだって言われるようなことではですねやっぱり健全な進め方とは思えないと思うんですけど。おっしゃることはもっともっととにかく、まあ、情報を見えるようにしなきゃいけないっていうのは当然だと思いますしまあ、ただエネルギー政策はダムはちょっとコメントできないんであれなんですけども今ですねおっしゃったその一旦走るとそれぞれの方向走っていってやめられなくするだそれをですねその廃棄物の分野でそういうことが起きないようにするために作ったのがこう全体調査その基盤のこの会議なんですね。でそういう意味でさらに言うとですねこれってよくまたもう一個あるパターンはですねこの分野に限らずですけどその研究機関は研究機関がやりたいテーマをやって実際に実施する人たちが使わないことをどんどん追求するということがありますよね。だそういうのを避けるためにですね後からそのニューモさんというのにもやっぱ入っていただいてですねどういうところをその国の基盤研究としてやってほしいというようなことも聞きながらですねやっていくということでそういう意味ではある意味その無駄といいますかですねそのいろんな方向に それぞれの思いで走っていっているのを修正する動きとしてできたとでその情報の出し方が足りないということについてはこれはまあ当然これから検討していかなきゃいけないというふうに思いますけど、まあ、方向としては僕は正しい方向に行っているんだと思いますね。これはだからもう一つついていいですか。よくこの原子力問題に関してはですねどうしてもその、まあ、難しいということがあると思うんですけどそのいろんな計画から実行からそれから後の評価まで含めてですねどうしてもその専門家集団がこうやってしまうということがあると思うんですよ。まあ我々はよくその原子力村の人々って言うんですけどもやっぱりその原子力村の人々が事柄を決めてそれを国が追認して政策として進めていくというやり方ではですねやっぱり世論の支持はなかなか得られない。でそうまあ簡単にできるとは思いませんけどもそういうシステムも必要ではないかと思います。はいありがとうございます。もう一つだけ。はいすいません。はい、ですね先ほど室長がその規制機関のニーズを聞いているわけではないというふうにおっしゃったでしょうか。オブザーバーとして参加している。すみません、そういう趣旨ではなくてですね、はい、この基盤研究会議やって対象としているその研究開発 その範囲っていうのは安全規制のための研究ではなくて事業実施ための研究 の、うん、範囲の中ですから、はい、そのニューモがその安全規制の研究に対して何かコメントも言ってるわけではないというそういう趣旨で申し上げたんですけども。はい、わかりました、はい、この今全体計画 を読み上げるんですけれども国は研究国の基盤研究開発の役割実施主体と安全規制関係機関のニーズそれぞれが進める研究開発との関係などについて具体的な情報共有や調整を図り日本全体として効率的に研究開発を進めることがますます重要になっている。
というふうに書かれていて、実施主体のニーズプラス安全規制機関、安全規制関係機関のニーズというのが並列に書かれていて、そのことからちょっと不安に思ったのです。そこはですね、今のニーズを共有しって書いてあると思うんですけど、すみません、ちょっと手元にないんで、ニーズと切っていて、うん、それぞれが進める研究開発との関係などを具体的な情報共有、うん、そうだ、情報は共有をしますけども、はい、調整を図るで、ニーズで切れております。はい、それで、これはですね、そういう意味ではどういうことかというと、そのお互いどういう研究をやっているかというのはですね、当然それ知っていていいと思うんですよね。であとはですね、我々そのこれ実施のための研究であっても、安全のための研究であっても、やっぱりそのデータの品質保証、まあ、ちょっと言葉分かりにくいかもしれませんけど、データをどうやって取ってそれが正当なものかということも含めてちゃんとしなきゃいけないということになってますから、もしそういうような取ったデータで使えるものがあればですね、その安全の規制の側で判断をして使うということは当然あります。ですから、例えばそういう意味でもお互い その研究何やってるかっていうのを知ることは大切だと思ってますけれども、入門からその安全規制のところに対してですね、そのなんかこれをやってください、あれをやってくださいっていうふうにやるっていうのは、ちょっとやっぱり見にくいのか、見えにくいのかなと今お話聞いてて思いましたけど、僕らの感覚からするとそれはもうありえないですね。例えば僕らであっても安全規制側に、例えば安全規制をそのこういうレベルにしてくださいとかっていうようなことは言いません。ましてやその実施主体ではNIUMOがですね、これ言える立場ではありませんので、そこがちゃんと伝わってなかったなと今思いますけども、そういうものではないです。ただ、私たちは、もちろんその傍聴に行けるわけではないのですけれども、東京に毎日だけれども、こういうもので触れるしかないのですね。だからこれに書かれていることが全てなのです。そういう状況にあるということを分かっていただきたいし、やっぱりもしそうであるとしたら、この書き方は変えた方がいいと思います。はい、ありがとうございます。研究所が比較的近くにあるという背景も、この会場にはありますし、今金松さんの方からは特定 の計画ですとか会議ですとかを事例として、どのように情報が見にくい、あるいはこういった不安を持つことにつながるといった問題提起をいただきまして、個別具体的に名村室長ですとかのお話をいただいてきた形になります。ちょっとご来場の皆様の中には、こういった一つ一つの会議だとか計画だとか必ずしも大変詳細にご存知の方ばかりではないかと思いますけれども、情報公開のあり方として一つ明らかになってくるのが、やはり受け取る側の国民が言っている公開してほしい情報公開の姿と、あとは組織側あるいは推進側でこれは情報公開しているつもりだという部分とに少しやっぱり隙間がまだあるのかなということが見えてきたんです。私の感想でもありますけれどもありました。ただその隙間あるいはギャップがあったときに、それはそういうことであればその議事録出せばいいんじゃないかなというふうに室長がおっしゃったことですとか、あと金松さんのお話を聞いた上で、そういうところが見えにくいのだというふうな認識をされたりですとか、こういった形で少しずつ情報公開だとか組織の在り方、川田雅治さんからは非常に分かりにくい組織体系になっているというご指摘もありましたが、そういったところをどうすれば見えやすくなるのか、そういったところに歩み寄りというか進んでいくような、その一端も見えたような気がします。その中ではこういったところが分かりにくい、あるいはこういったところで見直しが必要じゃないかということを国民が言うチャンスが確保されるべきであるというふうなお話もありました。この点については後でまたもし必要があれば議論していただきたいと思います。もう一つ金松さんのプレゼンテーションの中で問題提起がありました。国が自治体に今後調査を申し入れるというふうな方針転換を少し前になされたわけですけれども、果たしてこれが基本ということになるのかどうか、それから申し入れの条件というようなものがあるのかどうか、そんな問題提起も投げかけられていたと思います。この点について名村室長あるいは川田富夫さんの補足があればお願いしたいと思います。それでは私の方からお話をさせていただこうと思いますけれども、これ処分問題懇談会というですね、その今
我が国でその地層処分に関するその制度とか手続きを決めて法律前に年長ぐらいですね議論したときにはですね、公募かその申し入れ、主体ははっきり書いてなかったような気もするんですけども、そういうふうなどちらか両方兵器みたいな形になっていました。それをその後実際にその議論する中で入門さんが公募で始めるということになりました。でその後はですね、やはりその皆さんご承知の通りのことが起きたわけです。やはりその名前がその上がるたびにその市町村長さんがその説明責任を問われてですね、なんでこの施設を我が国に1個しかない施設をですね、そのよりによって自分の市町村に持ってこなきゃいけないんだというようなことを説明責任を負うと。で実際に東予町で一度その実際応募されたわけですけども、これは結局地元ですごい議論になって、で出直し選挙という形で反対される、その隣から来られたその町長さんが当選をされて取り下げるということになった。でそういうようなことを考えるとですね、これはやはりその我が国でですね、少なくとも国としては原子力発電のエネルギーっていうのは、これもさらに言えば当分の間は必要だと、未来語とは言わないけど当分の間は必要だという中で、そのやっぱりこの放射性廃棄物をきっちり処分するということはですね、これもどうしようにもないことだというふうに考えております。でこれをしっかり責任を持って進めるのはやっぱり国がその前面に立ってやるべきだということが、やはりいろんな議論ですね、国会でも言われてますし、原子力委員会でも言われてますし、だそういうようなことでありますし、我々としてもですね、そのやはりこのエネルギー政策上非常に重要な施設をですね、その地元の市町村長さんがその一手にその説明責任を負ってですね、その調査をその誘致するという形ではこれはやっぱり進めてはいけないという範囲な。ただ一方でその公募は公募でいいところがあってですね、これは突然その応募に出るというようなこと、これはまた問題が大きいわけですけども、やっぱりその地元から手を挙げるということがあれば、これはこれでそのちゃんとした議論の上でですね、挙げるということがあれば、これも非常に難しいと思いますけども、それはそれに非常に望ましいことだということで、両方をその何ですかね、その併存させるような形が今の政策です。ただやっぱり現実的に見るとその公募でその手を挙げてもらうっていうのは国としてもその責任を果たしてないと思うし、でなかなかそこまで全体を説明するっていうのを市町村長さんに求めるのはやっぱりおかしいっていうので、私としてはこれも私の発言なんで他のちょっと以前のは分かりませんけど、私としては今はその申し入れが基本だというふうな考え方を申し上げさせていただいたということなんですね。ですからもともと変更があったといえば変更があったということだと思いますけども、これは我々がその適当に決めたことではなくてですね、これはやっぱりいろんなところからそういう声の方が大きいです。今はっきり言えば公募でそのずっとその地方まさかせにしておくのは無責任だという声の方が我々は大きいと思っています。ですから、そういうような考え方を取っているということなんですね。ちょっと言葉尻を捉えるようで申し訳ないんですけれども、これ処分校の決定の報告書平成10年5月なんですけれども、ここではあくまでも実施次第はこれに基づいて地元からの誘致があった地点から候補地点を選定する公募方式とともに、候補地として適切であると判断する地点について地元に申し入れること、申し入れ方式も考えておく必要があるということで、全体計画のスケジュールの概要としても実施主体による候補地の公募と自治体への申し入れというふうに明記されております。そうですね、じゃあすみません、そこはちょっと僕の勘違いだと思います。ただ申し上げたかったのは、当時はそうだったかもしれませんけど、今の考え方としてはやっぱりこういうのは国が前面に出てやるべきだ、やらないとこれは無責任だというような声の方が大きいということなんですね。はい、川田富夫さん手を挙げてる。処分婚はそこでいろいろ議論して基本的なフレームワークとしてはこういうことが望ましいということを勧告したんであって、それをもとにして最終的に法律にした段階ではですね、いわゆるこう概要調査地区の選定にあたっては文献調査によって選びなさいよということだけが述べられていてですね、その文献調査の始め方というのは特に法律的には決められていないんですね。で、そういう中で入門としてはやはりその申し入れをするよりはですね、まず地元の発意を尊重して、
まあ、もちろんその前提で少しこういろいろ地元への理解があるということではあるんですけども、そういうことで理解が、まあ、ある程度地元側で自主的にですね進んで手を挙げてくれると、そういうところから始めることが長期の事業を進める上では望ましいんではないかということでの、ある種の入門としての経営判断として、公募方式のみを選定したと、まあ、そういうことですね。ですから、まあ、それに始め方について、新たにいろんな状況の中ではもう一つ別のルートをつけるということは、まあ、これはこれで私はその合理的な判断じゃないかというふうに思っています。金松さん、いかがですか。はい、処分の法律は処分婚の議論に基づいて作られているというふうに思うので、それについて入門の申し入れであったはずのものなのが、一体その世論が大きい、世論というのは私には感じることができないのですけれども、室長が感じていらっしゃるものというのはあるのだと思います。国会の議論も聞いております。そういう中でそういうふうに変わっていく、それはあるのだろうと。でもどこかで説明していかなきゃならないことと、それから申し入れをするときに一体どういう条件、例えば外洋地区に該当する地域、文献調査に該当する地域、そこに申し入れるだろう、それはやみくもに選ぶわけではない、だからそうであろう、それから関心がある地域なのかない地域なのか。はい、関心がある地域にもない地域にも申し入れというのは行われるのかどうか、適正についても事前に条件に当てはまるところというような形でやられるのかどうか、まあ、そういったこと、決まりですとかそういったものがあればお話をいただきたいと思います。名村室長お願いします。はい、まずあれですね、まずこの申し入れなんですけども、これはですね結局、まあ、今ちょっと先ほどまでその国からアクションを起こすべきだという観点からだけでご説明したんですけど、僕はもう少し深い意味があると思っていて、公募ですとですね、ある意味その突然市町村長さんが水面下の調整で応募しちゃうということが、まあ、原理的にはあり得るし、まあ、実際一度、まあ、それは僕はそこから議論しようって思ったんで、まあ、必ずしもそうではないと思いますけど、まあ、少なくともそういうふうに見えそうな事例が1個あったっていうことだと思うんで、あれなんですけど、その申し入れっていうのはですね、これ申し入れに対する受諾っていうプロセスが必ずあります。ですから申し入れをした後地域で議論をしてもらう、まあ、その方法っていうのはそれぞれ地域でいろいろ考えがあるんだと思う。特別委員会が作られて議会でやられるとか、まあ、そういうようなところからいろいろなその、まあ、当然意見を聞く会とかもあると思いますけども、そういうプロセスが1個さらに増えてるっていうふうに思えばですね、これはむしろその地域の意向も踏まえながらやるっていうことになると思います。でちょっと今ここにいろいろ審議会のやつ入ってて、ちょっと探してみて出てこないですけども、申し入れの時はですね、これ地域の意向を全く無視してやるということにはなりません。地域の意向を含まれながらという文言が、これを決めた方針をその議論した放射性薬物処理会の報告書もきっちり出ています。ですから、あとさらに言うと、今おっしゃっていたその文献調査の対象にならないようなところに申し入れても原理的に文献調査になりませんから、まあ、そこは除外をして、その中である程度地元の理解がありそうなところとか、まあ、そういうようなところに申し入れをしていくということでですね、これも当然その申し入れだと地域で議論してもらうために、まあ、そういうな受諾っていうことがやらない限りは、その申し入れしてやる日突然期限が来てそのまま調査に入るということはないわけですから、申し入れた以上受諾するかどうかは地域の判断に委ねられるというふうに思っています。申し入れから受諾までどれくらいの期間を想定していらっしゃいますか。これはむしろ僕らより地域の方が決めることだと思いますね。地域によっていろいろだと思います。はい、特に特定の期間を想定しているとかそういうことは一切ありません。はい、はい、ちょっと私から質問していいですか。はい、お願いします。まあ、今その入り口のところで議論になっているわけですけども、そのもうなぜその住民の方が申し入れそのものを問題にするかというと、一旦申し入れを受諾したらそこが処分場になってしまうんじゃないかと、そういう不安があるからですね。ですから、その、まあ、金松さんもおっしゃったんですけども、研究所
ね、あの安全性の研究する研究所とその先の処分場というものはこれは全く別のものとして、いや、あの言葉は別ですよ、しかし国の政策としてそこは完全に別なんだという何かその法的なというか、あるいは政策的な決定というのはあるんでしょうか。すみません、質問の意味を誤解していただいたんですけど、その研究所はならないけど地域になるという、ね、そうですね、地元民が心配しているのは一旦その研究所を受けてしまえばそこがずるずると処分場になっちゃうんじゃないかと、そういう懸念があるからですね。ですから例えば岐阜県を取れば、あの岐阜県はその処分場には受け入れないと県知事がそう言ってますね。だけども、まあ、研究はさせてくれって言ってじゃあさせてあげましょうとなってるんですけど、しかしそれはその時の県知事がそう言っただけで別に法的な拘束力があるとも思えないし、やっぱり そういうあたりを他の地域でもみんな心配するから申し入れそのものが問題になるんだと思うんですよ。ですからその調査とか研究と実際の処分場とは別なんだということをですね、何かあの何でしょうね、その、はい、あ国の方針なりどっかそういう決定する必要があるんじゃないかと思うんですが、はい、あちょっとあのお話を整理しますけれども、あの前半の部分でお話しされていたのは、まあ、国あるいはニューモからの申し入れがあったときにその文献調査を受諾するということにあの非常にせあの神経を使うということについては、まあ、その1回文献調査をあのじゃあやりますというふうに受諾したらその後ポンポンポンともう流れて処分場が建設される可能性があるということで、まあ、あのやっぱり神経を使うことになるという話と、まあ、あのそれと似たような構図で研究所ができた、でその研究所すらあのこの岐阜にはありますけれども他の土地ではあの建てるべきでないというようなあの結論を出しているところがある、そういったところでもそのやはり研究所ができるということがその処分場ができるということにつながっていくという懸念が住民の方々にはあるから あるということをあの伝えまず投げかけられたんだと思いますけれども、まあ、絶対そうならないという法的根拠があるのかどうか、まあ、そういったことが今後もしかしたら処分場になるというふうな展開があるのか、まあ、そういったご質問かと私は理解しました。まずですね、今日はちょっと事業の部分の説明よりは安全性論点を置いてますが、ちょっと私の資料のプレゼンの機会はないんですけども、この法律ですね、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律では、その調査の次の段階に行くとき、それから処分地を決定するときは知事と市町村、知事とですね、その市町村長の意見を聞いて、それでそれを十分に尊重しなきゃいけない。で、まあ、普通ですね、国と地方との関係で法律でいうとですね、これは普通は尊重するものとするぐらいの言いぶりなんですけども、これはそのとか、まあ、単に聞かねばならないとか書いてある例が立法例が多いんですけども、これはまあ国会の審議でそういうことで拒否したときは作らないんですねということで十分尊重しなければならないという言葉に条文の変更が審議の結果になりました。で当時 その深谷さんというその通商産業大臣、今は経済産業大臣ですけども、はその地元が反対している中でそういうのはなることはないというふうに国会の答弁も述べています。ですから手続き的に言ってですね、3回拒否権が必ずあるということなんです。であと実質的に言えばですね、東洋町の場合も東洋町の場合は自ら公募に応じて町として出されたわけですけど、それの取り下げというのを我々はすぐ認めたわけです。そういう意味で言えばですね、制度的に言っても実態的に言ってもですね、これはその不安はもう非常によくわかります。だから安心してくださいっていうのはなかなかすぐには難しいと思いますけども、制度的には他の法律と比べてもかなり厳格な手続きになっていると。むしろ我々にとってみればですね、調査にかかる20年の間に3回地元 その拒否権があるということでですね、相当そのちゃんと理解を得ながらやっていかないと進められない事業だというふうに思っています。それからあとあれですね、何を言おうと思った、あすみません、じゃあとりあえずそれでご説明させて、すみません、あとそういう不安をですね、そのできるだけそのやっぱり
和らげるっていうのも言葉はちょっといい言葉は動かないですけど、そういう効果もありますし、あと実際調べてみないとそこは処分地適切かどうか分からないわけですから、我々の今の方針ではできる限り複数地点に申し入れをしようということでですね、つまりその申し入れられたらすぐその処分場になるということがその原理的にもありえない、当面1箇所しか作る必要ないわけですから、そういうようなこともやろうと思っています。これも真面目な意味にその実際に調べて20年かけて調査をしてみないとそのできますということでですね、ちゃんと安全性を、まあ、納得さ万人の人納得するか分かりませんけども、少なくとも国の安全審査を通るぐらいのレベルにするにはやっぱりそのくらい手続きがいると思ってますから、そういうのをやろうと思えばやっぱり複数でないとですね、これ途中まで行ってやっぱりダメでしたということはいかないわけですから、まあ、そういうようなことも含めてある意味制度的な担保ではないかもしれませんけども、実際にその不安感をそのやらげる意味合いも少しあるんじゃないかなと思います。そこは、はい、川田富夫さん、何か補足ありますでしょうか。私が前半で使いました資料のですね、お手元の18ページに今 の3段階の選定のプロセスの絵がございますので、今名村市長がおっしゃった、まあ、3段階のその地元のチェックですね、そこが赤字で書いてある部分に該当するわけです。それから私どももですね、それぞれの各段階を次に進むというところでは、まあ、特に外予調査から選調査地区を選ぶところというのはかなり本気でここで処分場を作ったらこういうカクカクシカジカで安全にできそうですということを説明しなきゃならないですね。でそのところでまさに前半正治さんからご指摘を受けたような問題についても答えられるようなそういうサイトでないとですね、その次の安全審査は通れないわけですね。ですから我々もその決してその一つどこかが手を挙げたからもうそれだけで突き進むということには技術的にもいけない、相当に我々自身いろんな地質の関係の先生方の厳しい批判に耐える場所でないと、いわゆるこう国民の皆さんに安全だなと思っていただける処分場になれないわけですから、そういう意味でのやる実施したいとしてもその辺はこう非常にシビアに考えているというところですね。そこをお伝えしておきたいと思います。それについてはですね、実は地元自治体に、まあ、一応断る権利があるということ、それがまあ安全面だとおっしゃるんですが、私の思うにはですね、これには抜け穴があると思うんですよ。つまり今までのまあ原発立地もそうですけども、多くはその経済的な困窮地域にそういう話を持っていく。そうするとどうしてもその補助金とか、あるいは、その原発の場合には周辺市町村にですね、そのお金をあげることで納得してもらうっていう、そういうその迂回路があるわけですね。でやっぱりそういう時にはですね、その地元で意見が割れたり、あるいはなかなかその、まあ、政府が安全だって言ってるし正確には分からないけども当面お金が来るんだったら仕方がないかみたいなね、そういうその地元自治体の判断っていうのはやっぱりあるんですね。で高レベル廃棄物についても多分そういうお金がばらまかれると思うんですけども、これは全く論理的に言えばですね、ここまで安全だって言っておきながらなぜお金をやらなきゃいけないんですかって僕は率直に思うんですけど、これはですね、まあ、そう見られることが多いっていうのはよくわかります。ですけどよく考えていただきたいんですけど、この施設当面日本に1箇所ですね。でどこに作るかっていうことは別にして、どこに作るにせよそこ以外の地域の人っていうのはある意味それにただ乗りっていうとおかしいですけど、その恩恵を受けるわけですよね。ですからやはりそれに対してあれですよ、いかに安全って言ったってですね、やっぱりその不安だって思う気持ちっていうのはこれやっぱりあると思います。でそういうような
ものを感じながらもですね、その受け入れ、エネルギー政策上重要な施設だと私は思ってますけども、それをその受け入れという決断をしていただいたところに、その電力料金の中いただいている中からですね、いくらかのその交付金をその、出すというのは、これはむしろ日本全体がその悲劇する施設に対して日本全体がですね、その負担を引き受けてくださる、むしろ今回の場合はくださるための調査に名乗りを上げていただく人たちにその出すということは別にそんなにおかしいことではないと思います。それとあとはですね、実際にでもですね、この事業で言えばですね、調査20年かかるわけですね。これは僕は非常に難しい話だと思っています。例えばその地域でその企業誘致とこの地層処分と考えたとき、即効性がある方を目指すというのはこれ当然ですよね。ですけどやっぱりこれは長期的視点に立って作っていかなきゃいけない施設、そう考えるとですね、特にその最初の段階こういうようなところでですね、ある程度その交付金というような形でですね、そういうようなものをバランスをしていかないとですね、これはなかなか立地も進まない。決してその安全と引き換えにお金を渡しているわけではなくてですね、僕らはそういう思いでやっているということなんですけどもね。はい、金松さん。すみません、はい、2点です。はい、感謝の気持ちとして全国の方々から電気料金に応じて負担してもらう、それはあり得ることだろうというふうにおっしゃいました。原理原則と言われるかもしれませんけれども、私は安全な施設であって調査をして拒否ができる、そういうのであれば最初から交付金があるのではなくて、結果として交付金を、交付金じゃない、感謝の気持ちとして表すことはあっても、最初にそれがあるのは私としては納得できない。それがまず一つ。それから文献調査の入り口に非常に大きな問題があると思っています。それは地元の首長の判断による、だから知事の判断はないのです。概要調査に進むかどうかという時にだけしか知事が意見を言う場がありません。知事は県の中を広く県民の、その幸せと健康と安全を守る、そういう立場にありながら入り口で何も言う権利がない。もちろん表明するでしょうけれども、東洋町の時よく分かりました。2人の知事が行かれたけれども、これはあなた方の意見を聞く場ではないと言って終わりでした。これに対して地域に住む住民としては非常に不安だと思います。間口を広くしたいというのはそれは分かりますけれども、こういう形でやられることに私は大きな疑問を感じています。はい、名村市長いかがでしょうか。最初の方はもう私が申し上げた通りです。やっぱりこの地層処分事業っていうのはですね、その事業の最初の段階で地元に対する経済効果ってこう薄いことっていうのは、これはもう事実です。だからそういう中でやっぱり長期的に取り組んでいただく上で、当然その地域の中でいろんな意見あります。そういう原子力に対する勉強とかもしなきゃいけない。だからそういうような中でですね、最初の段階から出すっていうのはですね、僕はお気持ちやそういう考え方あるのは分かりますけども、やはりその現実とか見たりですね、実際の他のその企業位置と比べるとですね、やっぱりそういうこともやっぱり必要なのかなというふうに思います。で、もう一つですね、文献調査にその知事のあれですね、その拒否権がないっていうことだと思いますけど、これは実態として非常に大きな拒否権を持たれていると思います。これまで基本的に知事がダメだといったところはすぐ市町村長さんが断念をされていると思います。で、僕が言いたいのは申し上げたいのはですね、これは非常に長い事業なんですね。
で僕もやっぱりこの2年ほどですねやってきてその根底にあるのはですね非常に息の長い事業でこれ本来じっくり考える時間あるんです。実際に建設が始まる前どう考えたって調査に20年かかるんで20年間も先までその建設すら始まらないさらにその放射性廃棄物を持ち込むっていう時までさらに10年あるわけですね。なのになんでその1日とか2日でですね結論を出さなきゃいけないのか。だからむしろ今日川田さん問題的には地元でですねそういうのじっくり議論されたらいいと思うんですよ。そうじゃないと結局ですね10年20年先で結局ダメだっていうことになるわけですから僕はそれ地元で議論したらいいと思います。だけどその入り口のところでですね本当にそのすぐ結論を出さなきゃいけないのか出すだけのですねその冷静な議論ができるようにするにはどうすればいいのかっていうのはこれなかなか僕難しいと思います。いずれにしてもですねこれある日突然その放射性廃棄物が持ち込まれて事業始まるような類のものではないんです。これは20年ですからね。そういう意味ではむしろじっくり地域で議論してもらうそういうような仕組みを作ることを考えていったらいいなと思ってるんですけども。もう一ついいですか。金松さんからコメントいただいて川田正治さん追加お願いします。はい、ありがとうございます。じっくり議論をするそれは確かに大変なことだ大事なことだとは思いますけれどもその間に交付金というお金が地域に広く行き渡るわけです。宣伝事業が続くわけです。そういう中で冷静な議論ができるのか日本特有の制度だと思います。お金を出して研究所を作ったり研究所は後からお金がついてきましたけれどそれから処分場を作るにしてもフランスの場合は研究所を作るときに地域で大きな支援地域に対する大きな支援があったと聞きましたけれども他ではそういうことがないように思います。スウェーデンの場合は2つの自治体原発のある自治体が誘致合戦をしたその元はやっぱり今まで要求されたことなかったお金を市長が2つの地域の市長が相談して廃棄物処分の会社ですかそこにこういう支援をしてほしいと具体的なお金の額を出されたというふうに知りました。でも日本はもうそれが制度として染み通っているそういう意味で外国の例っていうのはどうなっているのかなと知りたい思いがあります。アメリカのネバダでは反対する費用もその処分費用の中から出していたというふうに聞いております。随分違うのだなというふうに思います。はい、じゃあ正治さんコメントいただいてでその後名村さんに川田正治さんにでその後名村さんにその後会場へと続き私はちょっと コメントしたかったのはですね文献調査に、小さな了解がいらないという、ところなんですが、ちょっと例えが悪いかもしれないですけど昔結婚するときにはお見合いが多くてですね実際にお見合いする前に釣り書きの交換というのをやったんですね。これは心情調書の交換みたいなものですけどもで我々その処分事業から見ると本当の調査というのはやはり概要調査からなんですね。現地に入ってボーリングをさせていただくとただそれはもう本当にお見合いをするようなフェーズですけどもその手前でお見合いの釣り書きを交換するような文献での調査をするということについてですね、そこまでどこまでその高いレベルの判断を求めるかというのは やっぱりいろんな判断あろうかと思いますがその私どもはやはりその文献調査のフェーズというのは我々自身、本当の調査にもならないですよね。文献上のあくまでも調査しかしその期間に一方で地元の方からもですねこの事業に参加するということは本当にどんな意味があるのかどんなリスクがあるのかそういうことを含めてお勉強していただくフェーズだと思うんですね。ですからそういう意味で少しこうバリアというかその敷居がですね低くても私はよろしいんじゃないかとむしろそういうことでたくさん参加していただいた方がより良い場所が選べるとそういう意味で
最初の入り口はあまり敷居を高くしないというのはそれなりの合理性があったんだと私は思ってます。ありがとうございます。正原さん、追加でお願いします。これは今日のテーマじゃないかもしれないんですけども、先ほど、交付金は、受け入れてくれた地域に対する、お礼だというような意味のことをおっしゃったんですね。でそれを電気の使用者に払ってもらう、つまり電力料金にくっつけるということなんですけども、もしそういうことであればですね、私はやっぱりその電気の消費者からの立場からすれば、電力 の, その電源の自由化をぜひやっていただきたい。つまり国民の中にはですね、そういうことであれば私はその上乗せに反対だっていう人も多くいるはずです。おそらく私ももしそうなれば原発の電気は選ばないでしょう。ですから、そういうなんかこう一方では強制的にお金を取るシステムが生き残ったままですね、それを皆さんは お礼しなきゃいけませんよっていう論理はですね、やっぱり不公平じゃないかと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ名村市長がコメントいただいて会場へと振りたいと思います。まず金松さんからその外国はどうなっているのかということですけども、僕も全てを知っているわけではありません。アメリカは多分ないと思います。州レベルであるのはあるかもしれませんけど、それは私はすみません、承知していません。でフランスはおっしゃるように原子力発電所はありませんけども、地層処分施設に関しては交付金類似の制度があります。でスウェーデンもおっしゃったのは大体正確で、これは SKB 社から行くわけですけど、松川放射線基金が来ているんで少し違うんですが、国民負担という意味ではそこからそのお金が出る。ただそれはその本当のお金ということじゃなくて、経済的なその何ですかね、付加価値という言葉なんでちょっと分かりにくいかもしれませんけど、その地域で経済活動が増加するとかそういうのを含めた恩恵がいくようにということで、受け入れたところにその廃棄物処分とは関係ないいろんな経済的な利益を得る仕組みがあります。あと交付金の制度はですね、実は韓国は日本を見習ったということなんですけど、韓国には交付金の制度がありますね。だそういう意味ではもちろん国によるんだと思います。全ての国にあるということはありませんけども、日本だけでやっているというわけでもないということだと思います。それからあと電力をその、区分して購入する、これはすみません、ちょっと私の答えられる範囲を超えてますし知識もよくわからないですけども、今のグリーン電力購入証書みたいなのもありますから、そういうのもできないわけじゃないと思いますし、確かエネルギー基本計画の中でもそういうような方向性みたいなのは少し書いてあったと思います。ただこれ電力っていうのは実はその区別して買えるものでは概念上計算上はできますけど、発電としては全体として一つのシステムですから、例えばその風力発電、太陽光発電を使って生活をしたいというのはよく分かりますけども、これはその逆に言えばそのバックアップのために火力なのか原子力なのか、原子力が嫌なら火力ということですけども、火力というのは全体として見れば世界的に今減らしていかなきゃいけない、特に日本みたいな先進国というのは率先して減らさなきゃいけないという中でですね、どういう制度設計できるのかとかちょっと部外者で適当に答えるわけにはいかない問題ありますけども、方向としては僕は分かるところがあります。ただシステムとしてその電力全体成り立っているので、なんていうんですかね、その例えば風力とか太陽光だから我々はもう知りませんとかですね、そこまで本当に言えるかどうかっていうのは僕は疑問があります。あとその、なんか太陽光の電力だからガンガン使っていいんですっていうようなことを言ってた有名な人もいたみたいですけど、それは僕は違ってると思いますね。何を使うにしてもとにかくエネルギーっていうのはやっぱりその分他の人にもあるんですから減らしていかなきゃいけない。それはね、すでに取り入れている国もヨーロッパにもアメリカにもあるわけですから、なんていうか制度設計の問題だと思うんですよ。不可能なことではないというふうに思います。ただ額的にはもっと高くなりますね、現状では少なくとも。はい、それでは現在のところ論点とあとそれに対する見解が出てきたというふうな状況かと思います。ここで双方向シンポジウム、この推進派慎重派というだけではなく会場の皆さんとも議論をしてまいりたいと思いますので、会場からのご質問をいただきたいと思います。今マイクを準備して